アイテム番号 SCP-1031 RU オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-1031 RU はそのオブジェクトのために特別に構築されたエリアにて収容されています。このオブジェクトは密閉された 3×3 メートルのチャンバーに固体の状態で保管されます。チャンバー内は真空に保たれなければなりません。 SCP-1031 RU を保持する反重力装置は予備を用意し、少なくとも3ヶ月動作させた後に燃料を補給しなければなりません。オブジェクトは毎月必要分の材料を供給することにより1立方メートルにまで大きさを縮小する必要があります。収容違反した場合は、チャンバーを減圧して真空状態を作り、できるだけ早く反重力装置を修復してください。説明。SCP-1031、RU は、未知の化学組成をしている一定量の物質です。水に似た物理的な性質を持ちます。このオブジェクトには次のような特性があります。任意の物質と接触するとその物質を溶解し、10kg ごとに約1立方メートルのオブジェクトがエネルギーの放出を伴わずに消失する。液体または固体の状態であるとき、月ごとに約 37% 増量する。気体の状態である間は、それ自身の大きさを縮小することなく物体を溶解できる。理論的には、オブジェクトが収容されていない場合、大量のオブジェクトが存在すると仮定して、それは非常に迅速に深く地面を掘り進め、膨大な地層を溶解、蒸発させ、リソスフェアの深層にまで到達します。このオブジェクトの収容違反は、おそらく WK クラスシナリオを引き起こし、前例のないレベルの災害につながると推測されています。ほいえい。SCP-1031、RU は、SCP-1075、RU と SCP。のクロステストの結果により出現しました。オブジェクトの破壊的な性質、気体化したオブジェクトがタンクの開口部を破壊し、ゆっくりと壁を侵食した、のため、カメラの内容の即時保存を行い、実験に参加した職員にクラス A 記憶処理を施しました。その後、SCP-1075、RU 自体は回収されています。ホイビー。オブジェクトを用いた実験の記録です。オブジェクトの性質を調べた後、他の SCP オブジェクトを用いて実験を行うことにしました。オブジェクトの破壊実験1、SCP-1023、RU。実験の推移、オブジェクトに SCP-1031、RU を近づけると、反重力装置が保持しようと誤動作を起こした。被検体との距離は2メートル未満であったが、二つのオブジェクトは3メートル引き離された。これにより、実験を続行しないことが決定された。結果、これは将来的に高いリスクが発生するため、実験は中止されることになった。オブジェクトの破壊実験に、SCP-1032、RU。実験の推移、D-19866 はオブジェクトに触れた。その直後、SCP-1032、RU を SCP-1031、RU にロボットによって触れさせた。SCP-1032、RU は溶解したが、その後オブジェクトから10センチメートル離れた場所に再出現した。結果、D-19866 は昏睡状態に陥ったが、38分で回復した。彼は感じたことについて尋ねられると、非常に迅速に全身の感覚を失い、もはや何も感じなくなった後に意識を失ったと答えた。オブジェクトの破壊実験3、SCP-1038、RU。実験の推移、重さ 10kg、大きさ2メートルの SCP-1038、RU のコアを、ロボットアームを用いて深さが 20cm のオブジェクトに投入した。物体は予想通り溶解したが、オブジェクトの周囲に SCP-1038、RU と同様に作用する液体が一時的に形成された。しかし、オブジェクトがまとわりついており、解毒剤にさらすことができなかった。結果、SCP-1031、RU は別のチャンバーに移送された。出現した異常性を持つ液体について調査が進められている。
オブジェクトの破壊実験4。SCP-1049-RU。実験の推移。SCP-1031-RU はオブジェクトの壁に触れると、ゆっくりと内側に押し込み出した。接触した部分の壁は溶解したが、すぐに自身を修復し始めた。壁を溶かしているにもかかわらず、まるで目に見えないし溶解物があるかのように、カメラは結晶の内部に侵入することはできなかった。SCP-1031-RU の体積が20センチ立方メートル分減少したため、実験は終了された。結果、SCP-1049-RU の内部に侵入することには失敗した。オブジェクトの破壊実験後、SCP-1077-RU。実験の推移、SCP-1031-RU にプレートをつけると、データ削除済み、によって膨大な、データ削除済み、のガンマ線の強力な放出が行われた。結果、サイトは老朽化により少なくとも数年間は使用不能になった。オブジェクトは SCP-1077-RU を破壊できなかった。下級研究員は、SCP-1031-RU が制御不能になった時にそれが消滅しないように尽力し、その英雄的行為のために表彰された。メモ、実験回数が多すぎる。また他のオブジェクトを用いた実験は、不明要素が発生する可能性のために非常に危険であり、それによって巨額の損失も出る。少なくとも3名の応募の書面による許可なしに、他のオブジェクトとのさらなる実験を行うことは禁止する。応募、7。